こんにちは、グランドバイ社長です。グレートランドの響きです。本日はね、やっと出来上がりました、はい、グレートランド別注、はい、まあ、オニータのパックティーですね。で、オニータって、まあ、もう当店でお買い物をしてくださっている方はご存知だと思うんですが、まあ、80年代からある、まあ、T シャツのボディメーカーです。はい、90年代の T シャツの、まあ、僕らがよく言う、こう、ボディやんとか、うん、タグやんとかっていうのが、僕の中ではオニータがナンバーワンやったんですよね。ジャイアントとか、まあ、スクリーンスターズとか、まあ、いろいろね、ブロッカムとかありますけど、僕はオニータが一番好きで、で、正直、これも、オニータの人に言ったんですけど、はい、オニータのタグパロディ作ろうと思ったんですよね。ああ、この、はい。で、まあ、いろいろ調べてて、はい、怒られへんやろと思いながら、某ブランドさんもやってるんで、うんうん、そもそもオニータって、今、どこがやってんねやろってところで、調べたところ、僕らが知ってるオニータっていうメーカーは、はい、なくなっちゃってまして、で、日本の会社さんが、今、そのライセンスを引き継いで、はい、当時のボディにもかなり近いっていうか、はいはい、きちっと復刻って形でされてたんですよ。へぇ。あ、そうか、あんのか。今度は怒られんな。そうですね。はい。じゃあ、ちょ電話してみようと思って、あ、電話したんですよ。はいはい。身分を明かして、はい、それにブランドバイヤーで社長ですとは言ってないですけど、はい、担当直入に言うと、はい、コラボしてくれと。なるほど、はい、一緒にやらへんかと、はいはい、一緒に変えていきませんかとという熱意をね、なるほど、込めて、電話で15分ぐらい喋る、はい、まず一回お会いしましょうということで、わざわざ大阪まで来ていただいたんですね。へ、で喋りました、お話しさせていただきました、営業の方と、はい、意気投合しまして、なるほど、できましたできちゃったんでね。で、だいぶポーンって飛ばしたんですけど、まあ、できたんですね。で、やっぱりその僕ら T シャツのね、オリジナルボディももちろん作ってますし、はい、まあ、今も着てますけど、ロンティーもあるんですが、はい、90年代、まあ、T シャツがメインじゃないですか、はい、やっぱりそこの下に着るものは、まあ、例えばね、袖のプリありとかやったらまた別なんですけど、プレーンのこうロンティーを着るときに、はい、やっぱお兄だよね。なるほど。で、無理難題言いまして、はい、ホワイトとブラックのパックティーやってくれた。もともとスプリームの、ロサンゼルス買い付けだった無地 T シャツやってました。僕、はい、あれもとても好きだったんですが、これだけね、いい T シャツをいっぱい扱って、うん、まあ、僕自身もいっぱいいろんな T シャツ着ますし、いいのからね。やっぱりこうね、スプリームより、うん、90年代に忠実なお見たでしょっていうことで、それはまあそうですね。で、まあ、一回ホワイトとブラック出来上がってきたんですよ。はいはい。グレタさんできましたっつって、はい、ダメですと。出た。シュプリームのホワイトの T シャツは、はい、100枚ぐらい着てたんですけど、めっちゃ出たっすね、はい、もう真夏以外ずっと着てました、うんうん、が黒一回も着てなかったでしょ。着てなかったっすね。これ何かっていうと、何でも何でも申し上げてるんですが、白の T シャツのインナー、レイヤードで黒の T シャツってマジでダサいと思ってて、売れないバンドマンになるみたいな。もともと僕らの提案ではブラックの半袖 T シャツの下にホワイトのロンティー、はい、ないし、ホワイトの半袖 T シャツの下にホワイトのロンティーもありですよという提案やったでしょ、はい、でも黒も着たいよねと。でもここが難しくて、ホワイトと違ってブラックってフェードのね、こう色落ちの感じが本当にバラバラ、なかなかむずいんですよ。難しいですね。じゃあそれがこうロンティーもヴィンテージでやればいいやんって話だけど、そもそもね、ロンティーのヴィンテージでちっちゃいんですよね。丈、それが超短いとか、うん、身幅がめちゃめちゃ縮んでるとか、結局無理なんですよ、うん、そうっすね、はい、だからホワイトとブラックのセットで来たんですけど、あ、全然無理で、もう強気ですよ、こっちはもうやっとですへへへ、なかなか、いやちゃうっすね今はみたいなっていう感じで、はい、まあ何度も何度も試行錯誤、はい、それはお兄さんのご協力あってのこのものでございますけども、ついに、最高のレイヤード用ロンティーができましたと、はい、ホワイトは、まあ、本当ホワイト、うん、まあまあ拡大画像も載りますけど、はい、お兄さんだけですけど、しっかりとこのね、グレートランドの鍵もついてるんですが、はい、ブラックですね。これはピグメントダイにしてます。つまり製品染めです。ホワイトをブラックに染めてます。なので一手間二手間混んでますね。糸もだいぶ調節して、通常ホワイトの T シャツを黒に後染めしちゃうとめちゃくちゃ糸白いんですけど、ですよ、ね、それがねちょっと染まってるでしょ。あ、これ糸染めで色あせた雰囲気になっております、うんうん、
ちょうど響きが来てますけど、黒 T の下にこのピグメントダイブラックの、オニータグレートランドのローンティーが来て全く違和感がないんですね、うん、で白だとちょっとパキッとしすぎるとか、うん、これワントーンのスタイリングで合わせたいときにこれ非常に重宝するんじゃないかと、うん、もう自由が絶賛ですね、まあ、ほとんど全部オニータさんの技術なんですけど、ね、はい、僕が偉そうに口出ししただけです。いやもうね、ナインティーズ T シャツといえば僕なんでみたいな、まあ、やっぱりその僕の意見はもうちょっとこうみたい な, なるほど、なんかコンソール入りましょうかとかできる、それは大丈夫ですよ、ですけどということで、パックティーついに完成しました、はい、でサイズが MLXL の3サイズ展開、響きが来てるのが L サイズ、はい、僕はちょっと今も暑いに来てないんですけど XL です、はい、で M だとまあ小柄な方ないし女性の方が、うん、着ているだけのちょうどいいクリームの厚みがあるのでバシッとしてるんでガンガンこう着込んでいただいてこう、ね、生地の、こううねりというか、うん、歪みというかその辺も楽しんでいただきました。やはり僕はさ汗止めもしっかりとポッコリしますね。そうなんですよね。でもちろんあの首補強のステッチもなかったりだとか、しっかり90年代に忠実なんですが、裾はあえてダブルステッチにしてます。これ何かっていうと、まああのそれはね、ナインティーズ T シャツでいうところの袖シングル、裾シングルの方が高いの分かってるんですけど、はい、あくまでこれに関してはもう真夏以外、まあ、年間でいうと280日から300日は来てくださいというものなので、はい、裾部分は僕何回も言ってますがシングルステッチよりダブルステッチの方が強度が高いです。なので裾をダブルにしてます。あの裾シングルじゃなくて裾ダブルな感じが分かっていただければ嬉しい。まあグレートランドで出すロンティーは逆にシングルステッチなんですよ。なるほど。この90年代中実にね。ただこのオニータさんとのこのパワーティーコラボ、パックティーに関してはもうマジでぐちゃぐちゃなるまで来てくださいってスタンスなんで、そこでまあほどけないようにダブルステッチにしました。それもお金もかかってます。そしてこのピグメントダイもめちゃめちゃ金がかかってます。これがね1000セットとか。はいはい。3000セットとか、はい、作るならもうちょっと安く作れるんですよ。ぶっちゃけね、ファーストロットね、100セットしか作ってないんですよ。200人、はい。だから、めっちゃ高かったっす。まあ、そう全然負けてくれなかったね。そこは、はい、やはり。本当に自信があるものができております。で、まあ、数量限定なので、で少なくとも僕が多分10パックは買うので、あのね、こう地形ってやっぱこう洗濯中やったらめっちゃイライラするやん。自分のこのクローゼットっていうかラックっていうか中にこう3セットぐらい常に合ってくる、うん、安心感ってあるじゃないですか、はいはいはい、お値段ですよ。ああそうそう、僕聞いてないですよね、まだ、はい、今やってるんですね。あ、まだ確定はしてないんですか。いや、要は今言った値段から今後下がることは絶対ないです。一旦ファーストロット100セットなんかジャパンと戦うになってきてるけど、はい、100セットのみみたいな、はい、12,900 円プラスタックスです。なるほど。これはどっちかっていうと、これを買うことによってさらにナインティーズ T シャツだったりグレートランドオリジナルの T シャツをこうね、レイヤーしてみたいな、はい、ありそうでなかったもの、うん、でこれでも3万で出しちゃうとしんどいや。まあそうですね。やっぱりこう2枚で 14,190 円税込みだったら買えるでしょうと、うんうんうん、だから2セット3セット言っていただいて、うん、買い足したいなとか、まあ、ギフトとか、うんうん、ね、いいな、あって困るもんじゃないんで、うんうん、ということで、第1回目のファーストロット100セットは税込み 14,190 円で、はい、あ、響き的なんだった。いや、めちゃくちゃいいと思います。まあ、うん、本当去年はね、本当シュプの T シャツ着てましたけど、インナーのロンティってマジ毎日着るんで、そう、ワンセットじゃ足りないんですよね。そう、だからまあ一旦2は絶対とか思ってます、うん、4枚発売ですが、どうしようかな、8月中旬。なるほど。でちょっと季節的には早めな感じで。そうですね、100セットしかないんで、そうです、あの後からまた欲しい欲しいって知らないんで、はい、お早めのご購入を、まあ、ほんまにお勧めします、はい、あの個人的にも、まあ花があるアイテムじゃないけど、うん、意外とこういうものこそ持ってていいんじゃないかなってことで、うん、天下のお兄ちゃんさんとのね、共同開発ってことで、まさか僕がお兄ちゃんとコラボするの。いや、そうっすね、はい、個人的にはルイ・ヴィトンより嬉しいですね。めっちゃ好きなんですよ、えお兄ちゃん。お兄ちゃん好きだね。パワーアーティーともちかっこよくない。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます、ブランドバイ師匠でした。